何の権威によってこれらのことをするのですか。誰がそうする権威を授けたのですか。私も一つだけ尋ねよう。あなた方がそれに答えてくれたなら、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言おう。ヨハネのバプテスマはどこから来たのであったか。天からであったか、人からであったか。もし天からだと言えば、なぜ彼を信じなかったのかとイエスは言うだろう。しかしもし人からだと言えば、群衆が恐ろしい。人々が皆ヨハネを預言者と思っているのだから。私たちには分かりません。私も何の経緯によってこれらのことをするのかあなた方に言うまい。あなた方はどう思うか。ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った。子よ、今日ブドウ園へ行って働いてくれ。すると彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけた。また弟のところに来て同じように言った。彼はお父さん参りますと答えたが、行かなかった。この二人のうちどちらが父の望み通りにしたのか。初めのものです。よく聞きなさい。酒税人や遊女はあなた方より先に神の国に入る。というのは、ヨハネがあなた方のところに来て義の道を説いたのに、あなた方は彼を信じなかった。ところが酒税人や遊女は彼を信じた。あなた方はそれを見たのに、後になっても心を入れ替えて彼を信じようとしなかった。